薩摩は海上自衛隊の輸送艦、三浦型輸送艦の3番艦。艦名は薩摩半島に由来する。薩摩は第4次防衛力整備計画に基づく昭和49年度計画輸送艦4153号艦として石川島張馬東京第二工場で1975年5月26日に寄港され1976年5月12日に 浸水、1977年2月17日に、収益し、自衛艦隊直轄第一位総隊に編入され、横須賀に配備された。収益時には、対空レーダーと山陰地方が未装備であったが、1978年12月21日から1979年2月20日までの間、石川島張馬東京第二工場において、改修工事を行い、 対空レーダーと3イン地方が装備された。なお、3イン地方は護衛艦、村雲に装備されていた32番砲を採用した。1993年8月10日から、三浦、補給艦、浜名とともに、第2次カンボジア派遣海上輸送部隊の任務に従事し、同年10月6日に帰国。2001年8月10日、第1輸送隊が廃止となり、 自衛艦隊直轄艦となる。2002年6月28日、除籍。収益期間中の総工程は376,073回り、地球17.4周分に達した。マルスペシャルナンバー68輸送艦艇、補助艦艇1、P13 海上自衛新聞、2002年7月19日、第1面。ありがとうございます。